皇室となられた頃っていうのはもう源氏がやがて頼朝が、ねはい、誕生しますけども、そのもう源氏の力が強まっていた頃の横浜なんですね。運慶がね、万寿寿院の井田さんで初めてやったんだけど、それを一生懸命真似してるんですよ。みほどけです。田中ひろみです。そして山本勤教授です。はい、横浜市歴史博物館から横浜の仏像知られざるみほどけ展を大特集しております。はい、ということで第5パートは、はい、鎌倉時代その2という像、こちらどういった像が含まれるんですか？これは、ね、時代順というよりも鎌倉時代とか次の南北朝時代、室町時代、その時代に非常に、ね、変わった仏像、特別な力を持った仏像が、まあ、流行るんですね。その流行りがちゃんと横浜にも来ていました。しかも代表的なものがあると、そういうものなんです。はい、ということで流行った仏像、特別な品物、うん、まあ本当今回こんなんですよ、ポスターにも、うん、そうですよね、これがメインですよね。西行寺社会の名前でございます。新徳寺さんの、はい、名前でございます。綺麗ね、素敵ですよね。西行寺式釈迦ってなんかそれだけで私萌えって感じがするんですけど、特にね、天皇陛下の図録の表紙もそうですよね。そう、とこの絵文の美しいこと、うん、美しいですね。ね、均等に均等に彫っていらっしゃるこの絵文と、私はその木目がちょうどいいですよね。計算されてるんですか、ここなんて。すごく綺麗に出てて、ね、この清流寺のお釈迦さんの約束も取ってはないと、はい、約束もきちんと守り、はい、同時にこの作家がね、なんか自分の褒美的な関心も満たした、そんな感じがしますよね。うんうん、まあ、そもそも清流寺式釈迦如来と言いますのは、はい、京都の清流寺というお寺さんに伝わるご本尊の釈迦如来のその様式を真似たものを指しまして、うん、まあ、三国伝来と言いますね。そうそうそう、日本のお像じゃないんですよね、うんうんうん、中国のお像なんだけども、しかもさらに訳があって、もともとインドでできた、インドでお釈迦さんの姿を映したという像があって、それが中国に伝わっていて、それを真似して、日本から行ったお坊さんが作らせて持ち帰った、うん、だからインドでできた像が中国に行って、それが日本に来た、だから、インド、中国、日本、三国伝来ってことですね。やっと来た。なんで今まではこう割とその物資だ、都の権力だで影響を受けてましたが、うんうん、こちらはもはやオリジナルがそのまま来てるみたいな、そうですね、形って言っていいんですかね。うん、まあ、それで鎌倉時代にこれが流行るのは、その鎌倉時代になって、はい、仏教の基本に帰ろうと、仏教は釈迦だ、インドだってそれでもって清流寺式が流行るんですね。どうしてこれが神仏寺、ここまで大きいのがいらっしゃるのか、うん、これは清流寺の元の像と基本的に同じ大きさなんですね。それからもう形が違いますよね、他の仏像とね。そうですね、どこが違いますか。まあ一番気になるのは、私が一番気になるのはこのお衣ですね。そうそうそう、はい、肩をすっぽり覆うように、うん、通剣って言うんですよね。そうですよね。あと髪の毛ですよね、うん、ラホツじゃなくて縄を編んだような感じですよね。それは日本ではあまり流行らなかった形が全部ここに来て、はい、現れたって感じなんですね。ほ、うん、だから要するにこういう頭にしてこういう衣にすれば、外国風、インド風だっていうふうに思ったんですよね。一度基本に立ち返ろう、うん、それからこの像はいろいろちょっとね、はい、この失敗もありましてね、はい、最初調べてね、目の瞳の部分、黒目の部分に、はい、銅の板を張ってるんじゃないかっていうふうに考えて、はい、回数にもそう書いたんですよ、はい、ところがね、どうもね、調べたらそうではないと。え、違うんですか。うん、それでここにね、訂正を出したんですよね。え、本当だってなんて書いてるんですか。追加で、本図録にはこの像の瞳について銅板を貼り付け、中心を銅釘で止めるとしましたが、図録をご覧になった研究者から、左にあるヒワリが左目の瞳を通っているから、瞳は本来の際から掘り出されているのではないかという指摘があり、確認したところ、確かに瞳は掘り出されたものでした。展覧会開催中に発覚したんですか。すごいな、最先端ですね。だから言い換えると、つまり、なんか別のものを貼ったように掘り当てましたですね。え、わざわざですか。うん、それで、清流寺の元の像っていうのが、はい、瞳のところにね、別の鉱物、なんか石のようなものをはめ込んでますね。だからそれをこの像にそういうふうに表したのか、それともこの像の別にもう一体像があって、はい、その像に別材が貼ってあったのか、はい、まあ、それが新たな秘密ですというふうに書いたんだけど、この像の逆毛の周りにちょっと白い跡がありますよね、はい、あれはもともとはあのぐらい大きい
脈が元の像のように入っていた可能性もありますね。え、じゃ あの、ね、元の清流寺さんのようにこの脈号に模様が書いてあったのが貼り付いてたのかもしれない。ちなみに五臓六腑はどうですか。それも、この像修理をすでに受けてますけども入っていなかったけども、五臓六腑が入っている例っていうのは実はあまり多く確認されてないんですよ。そもそもあのね、清流寺に元の像の五臓六腑っていうのもあれ昭和29年に初めて発見されてるものですからね、だから記録はあったけどもその中に入っていたものを我々が見ることができたのは本当に近代になってからです。じゃあ、この仏様がおられた鎌倉時代は、そのまだ清流寺に五臓六腑が入っていることは誰もまだ知っていない。いや、入っているであろうことは知ってる人はいたと思う。あ、ただあまり伝わってはない、見た人はいなかった。あ、そっか、じゃあ真似することはできないですね。そうですね、なるほどね。この像のこともまだよくわからないんですよ、なぜここにあるのか。お、そうです、新福寺さんすごいですよね。この博物館から近いところなんですけどね。鎌倉から来たっていう伝承もあるらしいんだけど、どこまで本当かわからない。これだけ見事ですから、当時の人たちの心を捉えたでしょうね。それからこれが鎌倉時代のいつ頃できたかもまだ研究者の間でもいろいろ議論があるというよりも、議論もまだないっていうか、まだよくわかんないっていうところが本当なんですね。だけ素晴らしいけど、嘘が多い、だってこんな、ね、立派な仏さんがあるってことはすごい大寺だったとかね、なんかそんな感じがしますけど、そうでもないんですよね。江戸時代には釈迦堂っていうのがあって、その御本尊だったんですけどね。素晴らしい。だから横浜はいろいろ謎が多いですよね。本当ですね。なんか独特の雰囲気があったんですか。さあ、ということで、はい、どんどんそのね、特別な心境も聞いたいということで、はい、こちらが薬師如来ではございますが、またちょっと変わった特徴があるということで、これ頭を見ると、清流寺釈迦の頭なんですよね。そうですよね、下骨じゃないですもんね。それから衣の着方は、清流寺とは違うことも、ちょっと変わっていて、これ実は今、これからお話しする善光寺の、善光寺式神社にありの格好ですね。じゃあ、善光寺式神社、一旦行きましょう。一旦行きましょう。これが善光寺阿弥陀さんですね、これは仏教は伝来の時に日本に来たっていうんですけども、もともとはインドでもってインドの金持ちが夢の中で見た、阿弥陀如来を映した、それがやっぱり、中国で飛んでいくんですね、それ飛んでいった像が今度は日本になんか、海の中、海を流れ着いた、だからこれも、インド中国日本っていう三国伝来、それが長野県に行ったのが善光寺本尊だったんですね。でこれも鎌倉時代になったら急に流行った。これはですね、この方ね、本当だったら一行三尊って言ってね、一つの後輩が、そうですね、あるはずなんで、ちょっとね、痛んでいて、ここには持ってこなかったけど、ブログには写真は、後輩がついてますね。まあね、珍しいのが、手の印がね、こうしてるんですよね。それでこれもね、通天って言って両肩を折った衣ですよね。この衣の形がここに来るんですね。だからこの像は清流寺釈迦の頭と善光寺式阿弥陀の衣と両方持ってる。合体ですね。しかも薬師。すごい盛りだくさん。じゃあいろんなご利益がありそうですね。お顔もね、結構写実的というか肉感はね。だから鎌倉時代になると、清流寺釈迦や善光寺式阿弥陀を使って、いろんな信仰をね、特別な仏像を作ろうっていう気持ちが、こういう信仰を拝む人の中にもできてきたんですよね。じゃあつまり、今までは結構権力者の皆様の信仰、仏様だったんですけれども、割と町の人々の信仰が影響されている。そうなんですか。とにかく仏像にこう特別な力を求め始めたんですね。割と自由な発想というか、そうですね、だからこの像なんかもその例ですよね。来ました。頭も全然ラフォさんがなくて、ないですよね。それから衣もなんかあっさりした単純なもので、やっぱりこれも清流寺釈迦とか善光寺阿弥陀如来の形を受けている、やっぱり特別な像なんですよ。それでその特別な像だっていうことがある時お話を作り出して、この像の前を通るとみんな馬に乗って通ると、みんな馬から落ちちゃう、それでこのお面をかぶせたっていう現象なんですよね。その馬から落ちちゃう謎のパワーがあるから、お面でお面でもってそのパワーを少し弱めようと、そのお面がこれであると。あ、こちらにいらっしゃる、これどうなんですか。実際にパワーは収まって事故はなくなったんですかね。どうなんでしょうね。
でもこのお像のその特別な力っていうのは、はい、その清涼寺記者の形や善光寺記者みたいな形なんですね。はあ、うん、なんかこのお面をかぶってるっていうのが千葉県の間野寺さんっていうところにもあるんですけど、うん、私あそこしかないと思ってたんですけど、ね、同じような伝承があるお寺さんってあるんですね。なんでしょうね、東のこの辺でそういう流行があったのか、同じ発想がたまたま2つ生まれたのか、どっちなんですかね、うん、まあ、あちらもすごいパワーがあるとか悪い心があるとなんかパチを下されるからお面をかぶせたっていう伝承なんですけど、だからこの方すごいパワーがあるってことなんですね。そうですね、試しにうまいのって通ってみるんですお面とお面で、何でしょう、仏様の顔ではないですよね。はい、これどうもね、あの鎮像彫刻っていうのかな、お坊さんの像からお前を取ったって感じですね。じゃあ仏様の顔をあえてパワーを抑えるために、なんか僧侶か、その辺よくわかりませんけどね、なんかハマりそうな気もあんましないですよね。いやー、いいですね、割と自由な発想が、うん、面白い。さあ、じゃあ続きでいきましょうか、はい、パート6、いよいよ最後のパートでございます。はい、中世物の展開というのが鎌倉期よりも後の時代ですね。はい、ここはどういったテーマで、この頃になるとね、はい、作者が分かるものが増えてくるんですね。はい、でもその作者もいろんな系統があって、どういうものか、まあ、その作者の系統と、それから鎌倉周辺に特徴的な形があるんですね。湯気座像、お湯気の湯気に座れている湯気座像、はい、まあ正面にありますね。はい、非常に楽な格好して座っている像。よし、行きましょう。もうあちこちのモダンもかっこよくて好きで、ちょっとご紹介したいですけど、時間の都合上、はい、待たせていただきます。はい、ということで、早速、湯気座の竹様、行きましょう。いや、みほたけちゃん、ぜひこれ、モノマネしてください。いや、します。約束しましょう。はい、私がグッとくるポイント、はい、湯気座と言って、ね、はい、片膝下ろして、で、こう、ゆったり座っていらっしゃる。そう、片手もついてるんだね。しかも地面ついちゃってるっていうのと、あと衣がね、ものすごい布の量が増えますよね。そうですよね、このゆったりとした感じがすごいですよね。このくつろいだ感じも何とも言えないですね。中国の水墨画とかに現れそうな、そのままの感じ、そうですよね。まあ、これでしかもこの像は陰陽っていう作者が分かるんで非常に貴重なんですね。陰陽さん、うん、はい、こちら神奈川区の計算で伝わる、1332年、うん、もうちょうど鎌倉幕府がね、滅亡する前の年ですよね。この方ね、11名さんなんですよね。はいはい、取れちゃったんですね。取れちゃったんですね。うん、穴が、ね、後がね、見えますよね。そうね、綺麗に11面観音で湯気座像っていうのは非常に珍しいですよ。そう、珍しいですよね。私もそれ思いました。だからね、11面さんって書かれてなかったら分かんない感じが。いや、ほんとそうですね。あともう美しいので、宝冠をつけててもいいかなぐらいに思いますよね。すごい本当、顔が綺麗ですよ、ね、これかっこいいですよね。やっぱりその鎌倉時代の終盤にあたる仏像の特徴なんですね。そうですね、うん、これって中国の影響があったりするんですか。中国の影響というよりも中国の絵の雰囲気を彫刻にしようっていう、その彫刻にしようっていうのは日本で考えたことだと思います。うん、これ運慶とかそういったところの関わりはどうなんですか。まあ、運慶の時代にはまだなくて、で、運慶よりもそうですね、13世紀の半ばぐらいからまあ流行り始めて、でもこの時代に全盛を迎えるんですね。それで面白いのは、この後も鎌倉幕府は滅亡しちゃうんだけども、やっぱり依然として鎌倉っていうのはこういう仏教文化の中心なんですよね。だからこういったものとか、こちらの宝永水火像っていうのも、宝永水火像も大好きなんですね。この垂れ下がった感じ、なんか鎌倉に多いですよね。そうですね、滝のようにね、ドロッと前に衣が大胆に垂れてきて、うん、おしゃれですよね。これも不思議なことにね、この湯気座像も宝永水火像も、はい、京都にはほとんどないんですね。やっぱり本当に鎌倉好みっていうか、東国好みっていうか、東国の、まあ、その辺の武士とかね、足利家とかそういうのなんですかね、関係してるのが。いや、美しいですよね。この像っていうのは必ずね、右の膝のところにくぼみがあるでしょう。はい、あれなんだかわかりますかね。はい、先生、はい、地蔵菩薩様の釈状という棒を持ってます。その棒がこの衣をこうついてる時のできるシワ、だからこっちの、こっちの像もありますよね。いや、私ここのね、ほんと芸の細かいところ、ね、そうですよね、ちゃんと計算して作ってるんですよね、この像も本当にこう直しちゃったんで、本当は元はこういう宝永水火像だったんですね。あ、そうなんですか。
なんですか、うん、だったらもっと美しいよね。やっぱり選ぶんでしょうね、こう座る場所を選ぶというか、うん、しちゃうと。でもこれ折れちゃったりするんでしょうね、運ぶときとか。多分ただこの像は貴重なんですよ。はい、そうなんです。これわざわざ伊豆から来てます。伊豆から、河津町から。あ、河津桜の有名な。なぜ来たか、はい、それはこの銘文が発見されたからですね。銘文ってこれどこの部分の写真ですか。このちょうどお腹の裏あたりですね。あら、明るく映ってますけど、ライトで撮らせて写真、うん、これは確か中にこうスマホ入れたと思います。スマホで撮れた。すごい、スマホすごい。とにかくこれでもって作った年代と作者が分かった、はい、それから、いろんな作らせた人も分かった。それでこの名文にはお寺の名前何も書いてないんだけども、実はこの名文がね、記録されている、横浜金沢の能仁寺っていう、能力の能に伊賀神実の寺、能仁寺っていう寺の、本尊の名文というのが記録されていて、その記録されている名文とこの文章がほとんど一致した。だからこのお像は今ない、今伊豆にあるけども元は金沢能仁寺の本尊だと。それでちょっとお参りしていただいたわけ。それ分かったのがまだね、3年前のことなんですよ。それでも急遽横浜に来ていただこうと。ああ、なるほど、うん、元横浜出身ってことですか。そうそうそう。今泉にいらっしゃいますけど、うん、へえ。それでこの作者もね、長英っていう方もね、はい、この長英の作っていうのは元ね、国の重要文化財の、もつがり家重像っていうね、肖像彫刻が立川にあった、うん、ところがね、平成7年だったかな、火事を起こして焼けてしまった。それで長英の作というのはもうなくなってしまったのかと思っていたら現れた。じゃあ貴重ですね、うん、いやー、私このね、やっぱお顔がこの時代になるとちょっと男前になると言いますか、うん、だから外国人っぽくなるというか、うん、イケメンになるなっていうのを感じるんですけど、うん、どうですかね、そういうところなんですか。うん、そうですね、まあ、もう室町に近い時代になってきましたけども、また新しいやっぱり時代の、ね、特徴っていうか時代の魅力があるんだろうと思います。まあ、それで長英の特徴ってのはまだ分かんないけども、これから多分この像が分かったことによって、だんだん長英の像もね、分かってくると思うんです。まだきっとありますよ。じゃあちょっとこれからまた10年後に、ね、10年後にどうなるかですね。はい、じゃあ素晴らしい。そして最後にこちらですね、はい、こちら伽藍神像と達磨大師像がいらっしゃいまして、こちらの方々はなんと25年ぶりに横浜歴史博物館、うん、あちらの誘導像もね。あ、そうなんですか。僕ね、25年前に開かれたのは、はい、インパの展覧会、この2体もインカクっていう作者が買っていて、あちらがインヨ、だから、まあ、インパのものを集めた展覧会に開かれたんですね。25年ぶりってすごい貴重ですよね、うん、つまりはインパの勢力っていうのが時代に影響したときに横浜ってどういう街だったんですか。はい、そうですね、10代はね、だからインパっていうのは京都のインパっていうふうに考えられていたんですけども、まあ、今の研究ではこの陰陽とか陰閣っていうのはもうインパっていうグループが1系統この鎌倉中心東国にあったんだろうと、そう考えられています。そうなんですね、うん、じゃあ京都とはまた別の、ね、そうです、うん、だからこの人たちもインパとは言うけれども、京都のインパと特別な共通点はなくて、うん、いや、いいですよね、素敵なお像で。うん、今総道市のお寺とか行くと必ずダルマとそれからこういう伽藍神が一対であるんですよね。はい、よく総道市のお寺さんに行くと、うん、こういうふうに一対になった極初期の例かもしれません。あ、もともと伽藍神というのはもっと数があるんですよね、うん、県庁寺なんか5体ぐらいある、ね、あ、そうですね、うん、並んでらっしゃいますね。一員したっていうのはこの頃から始まるんではないかなと思いますね。達磨大師さんの特徴もひげもじゃで、その、うん、まあ、達磨さん、達磨、赤い達磨人形の起源ですよね、うん、こういうふうにすっぽり頭からかぶって座禅修行に長年励む姿っていうのが特徴ですけども、うん、やっぱこの迫力のあるこの目つき、うん、この何ですか、この眉間の芝のとき、ここに肉が寄るじゃないですか、この肉の寄りが強いというか、そうですよね、本当力強くてかっこいいですね、うん、まあ、この2体が1395年という年代が分かってて、はい、もうこれ室町なんですけど、まあ、ここで展覧会を終わろうと、はあ、長い歴史が、ね、順番に飛鳥からずっと平安に来てね、うん、ということで長い歴史をずらっとお聞きしました、はい、
やっぱりね、はい、横浜っていう地域に限って、はい、梅雨全部年代が終えるというのはね、はい、いいですよね。そうですね、横浜にこんなに古い時代からずらっと仏像が揃ってるって貴重ですよね。仏像っていう一点を通して、うん、こう時代を縦に貫くというか、そういうその町の、なんていうか、その民族史っていうんですかね、うんうん、歴史の見方っていうのは面白いなと思って、それが一気に味わえる、教えていただけるっていう。だから仏像ってそういうね、昔の過去の歴史の当事者でしょう。その当事者だけでなくて、その後のね、時代を全部見てきた、あの目撃者でもあるわけですよね。その両方が仏像の魅力じゃないかな。いい話、当事者であり目撃者、いい話。そうですよね、その目撃した、ね、方々を私たちは拝めるっていうのはね、しかもこんなに一度に返してね、拝める機会なんて。だから今横浜っていうのを見てるとね、本当に、はい、開港、横浜港が開かれてからの近代の歴史ばっかり我々見てるけども、はい、実はこれだけ過去があるわけですよね。その過去を全部仏像は知っていて、見ていたって感じですか。色ロマンがありますね。開口を手に来た時とかどういう気持ちだったんでしょうね。本当にこの展覧会に来ることによって横浜の仏像がもう順を追って歴史をね、もう一度返していっぺんに見れるっていうのは本当に貴重な機会ですよね。ぜひ皆さん、こちら展覧会が、3月21日まででございます、はい、ぜひね、横浜市民の皆さんはぜひ、それから横浜じゃない方もぜひ、そうですよ、本当に貴重な展覧会ですので、ぜひいらしてください。斉藤幸山先生、長々と丁寧にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ナムナム。特別展横浜の仏像、知られざる御仏たち、3月21日まで開催中です。このご時世ではありますが、ぜひぜひその目で確かめてみてください。横浜市歴史博物館の皆様、山本勤先生、田中博美先生、ありがとうございました。見てくれてありがとうございました。ナムー。